は、ピボットカルチュアルソートという名前になったようなんですけれども、まあ、第1回目がですね、思いのほか好評でして、実は私の方にも DM ですごい良かったよって声をいただいたり、はい、結構長い動画だったんですけど、見ていただくとですね、うん、現代アートにものすごく興味が湧いたとか言っていただいてですね、でちょっと調子良くしてですね、第2回やってみようということで、はい、第2回できたらなと思ってます。で第2回は、まあ、現代アートにも切っても切り離せない要素であるお金というところで、はい、お金をと現代アートをテーマにしたセッションを、やらせていただきたいなということで、で今回ゲスト来ていただいてですね、本が切れちゃってますけれども、はい、お金から見る現代アートを、の著者でもあり、今日本を代表するギャラリストの一人でもある小山富夫さんに来ていただいてですね、お話をお伺いしたいのと、まあ、前回に引き続き、アート好き社長ということで野田さんにお越しいただき、ゲームアートと金とお金というところで熱く、お話したいなというふうに思ってます。まず小山さんから、はい、自己紹介お願いします。小山と申しますけども、僕は1996年に自分のギャラリーを、オープンしたんですけども、小山富夫ギャラリーっていうギャラリー で、その前はいくつかの日本 の、 現代美術のギャラリーって結構まあいろいろあるんですけども、そのうちの2つに勤めて、いわゆる デッチっていうんですか、修行期間を10年ぐらい経てから自分のギャラリーをオープンして、それでまあ、ギャラリーという、業務をやっているものです。で、まあ、初期の頃は、ここにも書いてありますけど、村上さんとか奈良さんとか彼らの初期の部分を、のその展示とか販売とかをしたりしてたんで、そんなことを経験して今に至る感じ。今はちょっともうちょっとね、初めにやった頃、逆にギャラリーってやっぱり同世代が多かったんですけど、だんだんこう、世代の幅も広くなって、地域の幅も広くなって、今はまあ、70歳から、30歳ぐらいまでと、あとはアジアとか、アメリカとか、ヨーロッパとか、その人を扱ってたりします。よろしくお願いします。ありがとうございます。奈良さん、村上さんを発掘したと。発掘したっていうか、なんか、違う場所に移動して、はい、現代美術のマーケットにつなげていったっていう感じなんでしょうね。うん、はい、まあ、本当彼らも全然若かったんで、その時代に一緒に仕事をしたっていう感じです。いやー、すごい体験だったと思います。すごいですね。今、その僕でだからお金がすごく高くなる前にやってるんで、なるほど。お金は儲かってないんですけども、はい、はい。ありがとうございます。よろしくお願いします。じゃあ野田さん、よろしくお願いします。はい、ページュースでジャパン J ビッググループの代表やってます野田です。2回目にも呼んでもらって光栄です。山本さん、ありがとうございます。そうですね、なんかアート2回目お金なんですけど、やっぱりなんかその皆さんにアート、これを終わった後に買いに行こうみたいな、これでなんか楽しく買えるみたいな、怪しいものじゃなくて、なんか自分のクオリティオブライフをなんかこう高めるものがアートなんだみたいな風に思ってもらえると、今日の会あってよかったなってなるのかなと思ってます。よろしくお願いします。ありがとうございます。おい、で、まあ、最後私なんですけど、山本と申しまして、まあ、2008年に広告会社を起業して、現在はそこの会社も退任して、まあ、アートを趣味ですごくハマっているのと、まあ、今いくつかプロジェクトを走らせて、また次の企業に、つなげたいなということをやっています。では早速セッションに入っていきたいなと思うんですけれども、まあ、まず現代アートの価格ということなんですけれども、はい、これまあ赤がですね、コンテンポラリーアートを指数化した価格を、オークションで出てくる価格を指数化したものと、あとはこの、S&P500っていうのは、株価の指数ですね。で、NYSE ビットっていうのが、これサザビーズかな、サザビーズの株価を表してますというグラフでして、はい、まあ、何が言いたいかっていうと、現代アートって実は上がってるんですよっていうことが、うん、まあ、言いたくてですね、これ、やはりそういう状態なんですよね、小山さん。全体的にその
バブルがあった後もですね、なんだかんだ言って、例えばアンディ・ウォーホールとか下がっても、まただんだん徐々に上がりつつあって、全体としての、価格っていうのは、例えば高い人は本当にどんどん何億っていう、昔はね、例えばマーク・ロスコとかも大体2億とか3億ぐらいだったんですけど、今80億とか、そういう値段がついちゃったりするんで、うん、まあそういったものもありますし、だけど全体として、億っていう作品の値段がどんどんいっぱい、今生存のアーティストにもどんどんついてたりするんで、それはもう昔は全然なかったことなんで、うん、僕1996年から、この、いわゆる自分のギャラリーをやってるんですけども、その頃やっぱりバスキアは1億円切ってましたからね。あ、そうなんですか。だからそんな感じで売ってたりしたんで、そういったことを考えると全然変わってます。この前の前澤さんが購入されたのが120億とか。あれは特別高いんですけど。そうなんですね。あれはだけどまあ、だけど本当に全然軒並みすごいバスキアなんかは高くなってますね。これって何か要因が あったりするんですか？それだけ買う人が増えてきてる。だからその地域的に、僕96年に始まった時ぐらいの時やっぱしエリアとしてはヨーロッパとアメリカと、まあ、いくつかのアジア。その中で、まあ、日本は結構強い方だとは思うんですけども、韓国とかがちょっと入ってきたのに、それ以降、全然やっぱり中国とか、ラテンアメリカとか、あとは東南アジアとか、東南アジアの人たちも初めは地域のものを買ってたんですけども、今は世界的なものを買うようになったりするんで、プラス、うん、アラブの人たちが、中東の人たちが入ってきたんで、全くお金の量が多分、相対の量が違うというのはすごくあると思います。なるほど。この20年間で。全然違いますね。あれですかね、昔と比べて、何十年前と比べて、東南アジアとか、はい、お金をも、まあ、裕福に なってきて、まあ、中国もそうですけど、はい、市場参加者が増えてきたっていうような。ことが一番大きいですね。大きいですね。やっぱり金持ちの桁っていうのは、やっぱり東南アジアの人たち、インドネシアとかが結構するんですけども、うん、全然違う、桁違いのお金持ちがいたりするんで、そういった人たちが美術に対しては、自国の美術もが初めだったんですけども、今は全体的な、その世界中の美術に興味を持ち始めた。で、そこはインドネシア時代に美術があるんですけども、中東に行くと、中東時代の美術はそんなにまあ、盛んではないんですけども、そうするとやっぱし、レオナルド・ダ・ヴィンチをすごい高い値段で買ったりするじゃないですか。イスラムの人がキリスト教の作品を買って、すごい、それも、数すごい値段で買ったりするんで、そういったことも宗教を超えて起こってたりするん で、うん、それもまた中東も桁違いのお金が動くんで、そういった意味では全然違うことになってる、うん。カタールとかすごい、まあ、村上さんの展覧会僕見に行ったんですけど、カタールなんかはもうその時にやっぱり自分たちの自国の美術とかスポーツとかそういったものを自分たちの国に定着させるっていうことですごく一生懸命やってたんで、美術館が3つぐらいあって、蔡國強とかルイーズ・ブルジョアとか村上さんの展覧会を一緒にやってたっていうのが、10年ぐらい前ですね。そう考えるともうすごいお金が、村上のために美術館垂れてたんですよ。あ、そうなんですか。そう、そんなことが起こったりするんで、全然ちょっと違いますね。だいぶ変わってきてるわけですね。なんか欧米だと、その自分が持っている資産の何パーセントぐらいはアートに入れましょうみたいな、なんか目安みたいなものがあるって聞いたこともあるんですけど。はい。それはね、よくわかんないです。よくわかんない。僕は 5% から 10% ぐらいはみたいなことが、はい、まあ言われてるっていうような話は聞いたんですけどね。関係なくいっぱいつぎ込む人もいっぱいいると思うんで、そこはもう何とも言えないかもしれない。そうですね。はい。で、まあそんな現代アートなんですけど、まあ今の話を聞くとですね、ぶっちゃけそこまで入ってないというか、まだ外にいて、なんかちょっと興味あるなっていう、うん、方からするとね、うん、するとなんかすごいなと、すごい高そうだなと、うん、でよくよく考えると、なんでそんな上がるのかもちょっと理由が分かんないとか、はい、あと初歩的な話なんですけど、そもそもどこで買えるのかなとか、はい、なんか騙されそうとか、はい、なんかすごいバブリーだなみたいな感覚を持つ方って結構いるんじゃないかなというふうに思ってまして、はい、
なんか今の話だったら、アート買おうと思わないから、あんまこういう話じゃないなと思って、僕反面もあるんですね。なんでかというと、やっぱりそのなんか株やるのとアートやるのと同じような感じで、動産と不動産はなんか扱ってますよみたいなテーマでなんか話をしてもつまんないなと思ってて、やっぱりなんかアートの本質みたいなところからすると、まあ、何のためにそのアートを自分で持つのかとか、なんでその自分の壁にこのアートをかけたいのかとか、なんか元をたどれば中学生、高校生、もしくは小学校の時に自分の壁にいろんなステッカー貼ってたりとか、いろんなポスター貼ってたりとか、なんか そんなところからも僕はなんかアートの文脈ってあるはずで、なんかそういうのとセットでなんかこうアートを買いながら、一方で、まあ、この後出てくるプライマリー、セカンダリーみたいなところとか、ギャラリーとさんのとの関係であったりとか、なんかそのアートのこれ長い付き合い方みたいなところに流れていくといいのかなと思ってるけどね。まさにそういうことを話したくて、初めにアテンション低みでやっぱ世界の話みたいなのは入れたかったんです、ね、そう。でもそうなるとね、なんか金儲けみたいな話の文脈も出てくるから、あんまりなんかね、まあでもそこはね、切っても切り離せない気もするんでね。そうだね、あるものとして、うん、すごい、さっき言った中東とか東南アジアの人たちは、いわゆる金、お金持ちの人たちだけが買ってるんで、そこはね、多分日本とかアメリカとかとは全然違ってて、本当に日本の人たちっていろんな人たちがコレクターだったりするんで、そういった意味では野田さんが言ったように、アートをこう大好きで買うっていうのが多分すごく多いんですよ。一番多いと思うのは、そのアーティストが応援するみたいな感じっていうのは多分すごくいっぱいいて、アートを作る人って全く減っていかないんですよ、うんうんうん、でその作ってる人たちがいっぱいいて、それが面白いって思う人たちがいて、それをまあギャラリーとかやったりするんですけども、そうするとそれを応援するっていうのは、それで買ってみるってのは結構多いじゃないですか。そうですね。これ小山さん、パトロンみたいな存在って、うん、例えばその日本ってそれこそ江戸時代、その前もなんか芸術家を育てたのが将軍であったり武家であったりじゃないけれど、はい、なんかやっぱりその応援者がいたわけじゃないですか、はい、でも海外もそういう意味ではそういう方たちがたくさんいて、それが王宮であったりとか、うん、なんか王様であったりであったりとか、そうですね、いろいろ変わってきてもいるけど、基本なんかそういう応援者がかなりずっとついてたっていうんじゃないんですかね、こういうの、ま、そうですね。だからそのアメリカなんかはやっぱりそのいわゆるその美術ない、そのアートシーン、アートの作ってる人たちなんかを自分たちが応援するみたいな感じで、いろんなサポーターの人たちを美術館が集めたりとか、そういうことやってたりするのとか、あとは版画を作っていろんな人たちのいろんな層に美術っていうものを普及させようとか、そういったことがすごい進んだのはアメリカだったりするんですね。そういったことを考えると、やっぱりいろいろこう多くの人たちに美術を知ってほしいっていうのが、やっぱちょっと民主主義的な方向性で進んできたのは結構あったりはするんです。それがまたすごいことになって、まあ、もともとそうだったのがまたすごいことになってるんですけど、だけど、このなんかすごく高そうって言うんですけど、すべて安かったんです。そうっすよね。そんな大事なんですよ。すべて安かった。確かに。最初はね。初めはバスキアでも、村上さんでも、村上さんとかは一番に僕売ったときやっぱり10万とか、3万とか。やば。ペインティングでもやっぱし、20万ぐらいで売ったやつが、これ、もっと前、10年ぐらい前ですけど、1000万円になったりとかするんで、そういうの聞いちゃうとまたあれなんですけど、夢はありますね。20万で買えるっていうことが、もっとリアルじゃない。確かに確かに。全ては安か。まあ、結構、よくわからないなっていう印象が、まだ世の中的に大半だと思うんですけど、はい、でそもそもその仕組みをちょっと説明したいなと思って。はいはい、アート業界ってどういうふうなエコシステムになってるんだ、はい、っていうことを知ると、まあ、ちょっと安心できるのかなと思ってまして、